気ままな隊長の実況部屋。気ままな実況部屋、モンスタースライクへようこそ。どうも、隊長でございます。はい。いやね、今ね、お昼の1時前なんですけど、ついさっきお昼ご飯食べてきたんですけどね、ちょっと食べすぎて若干気持ち悪いです。はい。まあ、そんなことはどうでもいいんですけれども、はい。今日はね、いろいろと嬉しいことがいっぱい来ましたね。まあもう画面に出てる通りなんですけれども、こちら、はい、ミカエルがなんとモンタマガチャで、排出対象になります。ね、卑弥呼の重心化が来ましたということで、一応3体持ってるんですよ。持ってるんだけど、一応1体は重心化させたんですけど、うん。もう1体重心化させて、神川1体残しておこうかなってちょっと思ってますね、個人的に。25階の覇者塔の、25階のところで入れてるんですよ。重力持ってて、毒友情を持ってるキャラがいないんで、そう。わざわざね、降臨とかで作るのもめんどくさいから、神化卑弥呼入れてるんですけれども、うん、その分、ね、1体残しておこうかなって僕は考えております。はい。ということで、超獣神祭、モーセが来ておりますので、ね、一応30連は引けるんでね、引いていきたいと思います。一応狙いとしてはね、モーセはもちろんなんだけど、あとやっぱりね、前回も言ったんだけど、ノストラダムスが、欲しいなって思っております。マナはね、前も言ったが正直そんななんだよな。そう、個人的にあんまりね、インボリュートスフィアが好きじゃない。強いのは分かってるんだけどあんまり好きじゃないんだよね、インボリュートスフィア。というわけで早速10連目いき、これ取れてるよね、取れてるね、 OK、 いくぜ。てれっててれてー、さあ引っ張れだ。何もない、パー、何もない、お、何が当たる。ガウェインってどっかで当たっ、なんかハマってたよね、どこだっけ。まあいいや、とりあえずハズゲット、嬉しい、ありがとう。これっきりかな、はい、ありがとう。ガウェインってなんだっけな、聖騎士キラー、麻酔聖騎士キラーダンク、なんちゅうみんの弱点キラーワンチャン、どっかでハマってたような気がするんだよ、ガウェインって。どこだっけ、忘れちゃったな。まあいや、とりあえずもう20連目いきますかい。いや、ここで1回単発を挟むんでいこう。単発で単発だからね、これ で右してもあんまり意味ないようなやつだけど、はい、幸福をもたらしてくれ王子、俺に幸福をください。確定演出来ねえかな、ない、パーパーってなんだ、パーラザニー2体目、ラザニー持ってない人からしたらあれなんだろうけど、マジかい。なんか微妙なとこくんな、あんまり目玉じゃないとこくんな。そうかい、そうかい。星玉たまんねえんだよな。そっか、なんか微妙だな。最後。あ、ごめんね。で、あ、間違って押しちゃった、ピーポー。じゃあ最後は行きますか。てんで。ノストラダムスか、モーセでも、なんでもいいからさ。ください。せーの。だいぶずれた。なんもねえ。
やもう。なんかおっさんしか来ねえ。おっさんしか来なかった。バッハは、バッハ強いけど、おっさんしか来なかったな。マジか。おっさん、可愛い子欲しかったな。はい。画面濃いな。ということで、おっさんキャラ3人が、ゲットできたという感じでね、今回はこれで終わりたいと思います。はい、まあ星玉次回たまるからね、星玉でなんかいいキャラ当てればいいなと思うんですけれども、まあ、とりあえずね、また来月に向けてオーブ貯めていきたいと思います。はい、あとね、あのルロケンのまだ斉藤さんと、あと光のちょっと名前わかんないけど、光の子がまだ運曲終わってないんで、頑張りたいと思います。はい、ということでね、皆さんのガチャ結果はいかがだったでしょうか。ぜひコメント等々で教えていただければ嬉しいです。あと、この僕のねチャンネル登録とこの動画の高評価もよろしくお願いいたします。他にもたくさんモンスト動画ありますので、そちらもぜひ見てみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。今回は失礼いたします。それでは裏返す。それではバイバイ。